日韓対決。ナンバーアンダーライン愛、韓国アイドルと肩を並べる。世界進出への期待高まる、NHK ミュージックエキスポ2024、平野翔さん、ナンバーアンダーライン愛、韓国アイドルとのコラボで話題沸騰。平野翔センターですか。ダンスにさ、ナンバーアンダーライン愛、韓国アイドルとのコラボで浮き彫りになった世界進出への絶望感。8月22日。 n h k ミュージックエキスポ2 0 2 4が放送された。そこで注目が集まったのは平野翔、神宮寺裕太、岸優太3名によるユニット、ナンバーアンダーラインアイだ。世界的な人気を誇るライズのウォンビン。同番組は、アジアから世界で活躍するアーティストたちをコンセプトにしており、2023年に第1回が放送されると、その反響は大きく、今年は2デーにわたり収録が行われました。 コンセプト通り、出演者は韓国の女性アイドルグループ、ミー・アや、ア、エルイ・セラフィムなど、世界で躍進しているアーティストばかり。グローバルアーティストたちによる豪華共演に注目が集まっていました芸能記者。日本の代表としてパフォーマンスに挑んだナンバーアンダーラインアイ。そして、観客の声が一層高まったのは、盆を披露している最中のことだった。大人げ韓国アイドル。 リーズが登場し、コラボパフォーマンスを披露したのだ。特に、圧巻のダンスパフォーマンスで視聴者を釘付け気にしたリーズメンバーのウォンビンは、X のトレンド入りを果たした。X 上には、彼を称賛する声が、意見が多く見られる。ボン大会の優勝はウォンビンだった。平野くんもびっくりだよ。ボンビンってトレンド入りしてるからなんだろうと思ったら、ボンに熱心なウォンビンさんのことらしい。 ボンデナンバーアンダーラインアイよりウォンビンに注目いっちゃってるのほんと面白い顔文字笑い BONBIN とか言ってる方もいるし W 一方でナンバーアンダーラインアイに対しては辛口な意見も聞こえてきたケナスとかじゃなくライズウェーブの後にヌンベリは完全身を取り出し一緒に踊ると余計に差がてか何ヌンベリセンターいってんねん平野翔センターですか カンドルのの皆様もいらっしゃるのにリーズは2023年8月にデビューすると、1年足らずで世界9カ国を回るファンコンツアーを開催する快挙を果たしました。まさにアジアから世界で躍進するアーティストです。一方、ナンバーアンダーラインアイは2024年1月のデビュー当初から、グローバルな活動を行いたいと公言していますが、アメリカで開催されたフェス。 コーチェラフェスティバルに参加した後は日本での活動がメインになっています。世界で活動していく上で、韓国アイドルとの間に実力差があるのは否めないでしょう。平野さんがセンターで終わったことにも、実力差を感じた一部のファンからは疑問の声が上がりましたね。とはいえ、アーティストが世界で活躍できるかどうかは、決して技術力で決まるわけではありません。楽曲がバズるかどうか、 本人たちのキャラクターがフィットするかどうか、いろんな要素があります。今のままでは、絶望感が漂いますが、まだまだやりようはあるはずです、芸能記者。なんとか世界のナンバーワンになってほしいが。韓国の方はデビューと同時に日本語を話し、最大の市場である日本での活動、グローバルな活動がある程度約束されてますが、ノウハウも確立されていない日本人がここから海外進出を切り開くのは簡単じゃないです。 自分はベステーですが、先日アティーズさんのロス公演のオープニングアクトをやらせていただいただけでかなり叩かれました。海外で認知される方法は本当に手探りなんだと思いました。でも、良いものは、時間がかかってもいつか海外にも浸透していくと信じています。番組のナンバーアイのパフォーマンス、個性が出ていて心から素晴らしいと感じました。3組で盆を踊った時も、 翔太郎がめっちゃボンしててリスペクトを感じたし、自分は、XG と n ア i とラ i ズ e のサイレンが最高にかっこいいと感じました。私は a v のファンで見ていましたが、3組それぞれの良さが出ていて良かったです。コンテストじゃないんだからどっちがうまい下手なんてどうでもよくないですか。ネガティブコメントばかり探すお仕事、心やまないことをお祈りします。どちらも素敵でした。 韓国アイドルの方は体を大きく使ってメリハリとオリジナリティがある感じがしてとてもかっこよかったです。一方で、あのパートは静かに佇む盆栽から咲く花を表現しているのでナンバーアイのダンスがやはり本家という感じがします。結局自分が好きなグループが一番かっこいいです。なかなか厳しいご意見ですね。確かに韓国アイドルの実力にはこれまで日々の鍛錬の賜物と見受けられました。 ナンバーアンダーライン愛の3人にとって大きな刺激になったことでしょう。これからも切磋琢磨して向上していけると良いですね。ナンバーアンダーライン愛は、道のプロの方々からダンスも歌も世界レベルだと感心されてる。実際アメリカ iTunes で4位になったり、全米 YouTube でも1位になってるし、アメリカのニューズウィークにも取り上げられた。数字がナンバーアンダーライン愛の実力を示してくれてます。それが全てです。 他のアーティストさんたちも素敵でしたがナンバーアンダーライン愛を見ててとてもまぶしかったです。かっこよかった。ここは日本ですよ。同じ日本人が頑張ってるのに少数派のアンチの言葉をわざわざ見つけ出して記事にして他に書くことないんですか。名前も顔も出せない記者は三流以下と聞きました。本物の記者にもなれずこんなくだらないこと書いて虚しくならないんですか。 それとグループ名のナンバーアンダーライン愛も読めないようじゃかなり問題あるかと思います。またトンチンカンなことを言ってる。盆の最後にみんな出てきて盛り上がっていただけ。クポップが世界的で実力あって日本にはスキルの高いボーイズグループがいないのはそもそもなぜだと思っているのだろうか。その中で世界へ行ってジョップとしてのオリジナリティとレベルをクリアしているのがナンバーアンダーライン愛だったということだろう。 B、フリストも歌もダンスもレベルが高くクポップに並んでも遜色はない。T×T とも M 捨てで仲良く写真を撮っていた。リスペクトを持って音楽には国境のないことを見せてくれましたよ。ミュージサキポル。クポップと交流するのを批判する裏にある組織のことは放っておきましょう。日本の番組なんだから平野翔がセンターなのは当たり前じゃない。だって日本ではリーズのメンバーたちよりも、 平野翔の方が人気も知名度も高いんだし、ナンバー愛は立ててましたよね。ヒップホップなので、皆難しいんだろうなと思いました。皆それぞれ個性が出ていてよかった。心のないことを X で言っていた方もアカウントも載せてください。それ覚悟で言ってると思うので、こんな記事書いて誰が鵜呑みにするんだろう。音楽もダンスも、こんな記事でそうかそうかと思うような人、いないよね。 よっぽど自分の目が超えていないような人に対して書いているのか。あまりにも、読者をなめている。結局、今だその目線なんだろうね。もう一般人もマスコミも差はないのよ。これを見て自分で確かめてみてみよう、という人はいるだろうけど。見てびっくりという人は多いみたいだから、それはそれでいいけど。自分は、オーラにしても、ダンスにしても、やっぱり半端ないわ。 この3人はスターだわとつくづくづ思いましたまあファンだからというのもありますが、どこが恥ずかしいんだか。実力差を感じた一部のファンって書いてありますが、アンチのことをいつからファンと呼ぶようになったのかな。記者の方はいろいろとご認識と偏見があるようだと感じました。名前も出さないような記者は、平野紫の名前でインプレ稼ぎするんでしょうね。 それだけ平野省がどんなアイドルより知名度があるという認識なのは間違ってないですけどね。LINE や風記事入稿ガイドラインに違反した記事。繰り返し社会的評価を落とすような誹謗中傷を誰もが目にするものに記載し続けることによる名誉権侵害に当たる。別称を用いているため、差別的表現を含むもの、差別を助長する恐れのあるもの、またはその配慮にかけるものに該当。記事の見出しにおいて、 記事内容を誇張したり、不正確、不明確に表現したりして、ユーザーの興味を過度に引くものに該当。特に、SNS 等や多媒体で発信された情報の一部分を切り取って、見出しにて強調することにより、誤解を生じさせるもの。切り取った発言の一部が、誹謗中傷や暴力的表現にあたるものに該当している。なぜ、Yahoo が掲載を許可しているのだろうか。